悪。それは。<music> はい、どうも皆さん、こんんばは、つちでございます。今回レビューしていくのは、ジョーカーですね。今作は期待され、前評判でも絶大な高さを誇っているので、基本的には見に行く人がほとんどだと思います。この動画では、もう見に行くと決めている人のために、序盤では作品の内容には触れていない、情報だけさらっとお伝えして、 中盤、それでも内容をちょっとしておきたい人に、今作のおすすめのポイントを紹介し、終盤、ネタバレありで感想をお伝えしていきたいと思います。監督はトッド・フィリップス。一番有名な作品だとハング・オーバーシリーズでしょう。二日酔いのとこたちが、昨晩の出来事に振り回されてしまう傑作コメディ映画。コメディの印象が強い監督ですが、過去にはコメディ以外で、ドキュメンタリーでも評価が高い作品を作っております。故に、今作の描き方は、実にリアリティや、現代にも通じる社会性を捉えてあります。 監督の過去作で僕が調べて、このジョーカーと共通点を感じた作品は、キャリアの最初の方に撮ったドキュメンタリー、全身ハードコア、GG アリンという作品があります。僕は予告だけ見て本編は見ていない映画なのですが、この作品、GG アリンというパンクロッカーのドキュメンタリーなんですが、この人物がステージの上で、破壊行動、流血、自傷行為、脱粉そのままファンと街中で暴動など、かなり狂気に満ちていて、ある意味究極のパンクロッカーだとは思うのですが、 現実の真の狂気に触れた作品を過去に撮っていたのだなと感じました。脚本は監督のトット・フィリップスとスコット・シルバー。スコット・シルバーはエイト・マイル、ファイターなど貧困層や複雑な家庭環境を捉えた作品の脚本を務め、その手腕は今作でも輝いていました。脚本を作る際にはマーティン・スコセッシ監督作、タクシードライバーやキング・オブ・コメディから影響を受けているそうです。個人的には見る前よりもジョーカーを見た後に元となった作見た方が今作楽しめるかなと感じました。 何も知らずにジョーカーを見てほしいです。これから見る方が羨ましいです。制作にはブラッドリー・クーパーも参加しており、撮影はローレンス・シャート、ハング・オーバーシリーズのスタッフも参加しています。音楽も効果的に機能しているなと感じました。ヒドゥル・グドナードッティルさん。ヨハン・ヨハンソンさんのお弟子さんの方ですね。彼と共同でプリズナーズ、ボーダーライン、メッセージなど、ドゥニ・ビル・ドゥーブ作品の音楽を作り、ヨハン・ヨハンソンがおナクなりになってからは、ボーダーラインの続編や、 最近話題の海外テレビドラマ、チェルノブイリの音楽を手掛け、そして今作、ジョーカーの音楽を担当にしました。そんな制作スタッフが作る、今作主役のアーサーことジョーカーを演じるのはホワキン・フェニックス。短くまとめるのがもう不可能な役者さんですね。難解な役柄にチャレンジすることが多いですが、それをすべて開演と評され、複雑でもしっかりと表現されています。アーサーが恋する女性にザ・ジー・ビーツ。デッドプール2のドミノですね。アーサーが憧れるコメディースターに名優ロバート・デ・デ・ニーロ。 著名なキャスティングが少ない分、よりアーサーが上階になっていく姿が物語の中で中心として色濃く描かれています。今作は世界三大映画祭であるベネチア国際映画祭最高賞の金止賞を受賞。アメコミ映画が受賞するのは極めて異例であり、2017年はシェイプオブウォーター、ー2018年はローマと、アカデミー賞でも好評を得た作品が取った賞なので、今作がいかにアメコミ映画の枠にはまらないかが伝わってきます。当初、日本での公開は11月の予定でしたが、後に10月4日、 日米同時公開に変更になり、宣伝ポスターや PR などは、日本の場合は映画を見ない人に向けて、ポップだったり、分かりやすく落とし込んだキャッチコピーをつけたりしますが、本国版と変わらない宣伝ビジュアルで、この映画に余計なものはいらない、見ればわかるといった制作会社の気合がビシビシ伝わってきました。アメリカでは、ニューヨーク市警は今作の公開に伴い、市内全域の映画館に私服警官を配置するなど、限界体制を強化しており、アメリカの大手映画館チェーン、 アラモドラフトハウスシネマでは、Facebook で子供には見せないようにといった注意喚起を投稿したりしています。今作の映画公開に関してデリケートになるには理由があり、ダークナイトライジングのミッドナイト上映中、ジョーカーに刺激を受けたとみられる犯罪者によって、12人が死亡し、70人以上が負傷した事件が実際に起きてしまっています。一つの映画が公開されるだけで、これだけ社会に緊迫した緊張感を与えてしまうのです。映画自体は暗い雰囲気もあり、 暴力描写もありますが、グロかったり、過剰に描かれているとは僕は感じませんでした。人間ドラマでもありますし、映像的表現も非常に魅力的です。映画体験として間違いない傑作でした。怖いというよりは、この映画に圧倒されてしまいます。故に恐れず、いろんな人に見てもらって、このジョーカーという映画が、なぜ今の時代に生まれたのか、その背景を考える深い要因に包まれました。前評判高く、ハードル上がっていても大丈夫だと僕は言えます。 あとは、ベネズィアの金字師匠を取ったから芸術的要素だったり幻想的な要素があって、ちょっと難解な表現もあるのかなと思う人もいるかもしれませんが、ストーリーは明確で分かりやすく、かつ説明臭くもなく作ってあると思います。作品の内容を知らずに見たい方は、ここまでにしておいてください。ここからネタバレなしで作品の内容に触れていきたいと思います。ざっくりあらすじとしては、舞台は80年代初頭あたりの時代背景。 格差社会が広がり、衛生局のストライキにより街は異臭で溢れ、文字通り腐敗していき、市民は疲弊していき、不満が着実に蔓延していくゴッサムシティ。主人公のアサーは病気の母親を看病しつつ、ピエロの仕事をしながらコメディアンの成功を夢見て貧しく暮らしていました。人を笑わせることを仕事にしていた彼が、いかにして狂気のヴィラン、ジョーカーになっていくかが描かれています。お伝えしたいポイントは3つ。様々な犯罪心理が重なり、徐々に生まれるジョーカー。 異質さを体現しているフォアキンフェニックス。編み込み映画を超えた人物中心のドラマ。この3つをお話ししていきたいと思います。まず1つ目。この映画を見る前に少しだけ僕は心理学を調べたのですが、1人の人物が疎外感、孤独感、失われていき爆発するアイデンティティや文化伝搬論、そのどれもが当てはまっていきました。そしてこれだという決定的な1つの出来事ではなく、重なっていき、徐々に変化していくアーサーを見せつけられます。 誰もが強く否定することができない狂気の誕生の過程が目を背けられない現実と重なり覚醒した後の光合しく輝くそのジョーカーの人生のダンスに魅了されてしまいます。そして二つ目、ホワキン・フェニックス演じるアーサーは突発的に笑ってしまうという障害を抱えています。彼自身はユーモアもあり優しい心も持っているのですが明らかな異質さをホワキン・フェニックスは体現しています。表情だけでなく盛り上がった肩甲骨のあたりだったり動きや肉体から不気味さを醸し出しています。 彼に起きる様々な出来事にオチがついてきます。それにさらされて少しずつ変化し、目覚める彼の表情と動きに観客はスクリーンに入り込んでしまうと思います。そして3つ目。今作はアメコミのキャラを描いた作品ですが、今作のジョーカーには大元となった原作コミックはありません。原作としてクレジットされているボブ・ケイン、ビル・フィンガー、ジュリー・ロビンソンと、キャラクター創作の人の名前がクレジットされています。 ちなみにこの3人はジョーカーを想像した権利を争っており、解決しないまま亡くなっているそうです。なんかこのジョーカーにまつわるバックストーリーらしいなぁと感じました。何かの一つのコミックをもとに本を練り上げたわけではなく、ジョーカーというキャラクターを中心に監督、脚本で新しい物語、人物ドラマを作り上げました。監督が過去の名作映画のように人物中心の映画を作りたい。そういったタイプの映画で観客呼び込むにはどうするか考えたときに、コミック映画でやろうと思ったそうです。 コメディーの本質は破壊的で不謹慎なもの。だけど、今は敏感な世の中で、そういったコメディーで人を怒らせずに笑わせるのが難しい時代。だから不謹慎な目をそらせない真実を描くために、今回はコミックのキャラクターを用いたとおっしゃっていました。その思惑はうまくはまり、前評判は良く、かつ動員も見込めており、今作はアメコミ映画の枠を超えて、今後も長く語られる作品となるでしょう。アメコミの皮を被った、毒気の強い、でも心が囚われてしまう映画です。 折り重なったいくつもの悲劇のような、喜劇のようなこの物語を映画館で見てほしいです。そして今の時代に通じるものを感じて考えさせられてしまう映画でした。アメリカでも同時公開ですが、この映画に変に感化されて犯罪が起きないことを願っています。この映画を通して、むしろこの時代を考え直す必要性を感じました。ぜひ、この強烈なヴィランの誕生を劇場でご鑑賞してほしいと思います。それではここからネタバレありに移行していきたいと思います。 ここからネタバレ愛のお時間です。ご覧になった皆様いかがだったでしょうか僕はもう見る前から前評判が高すぎて、ハードル爆上がりで、もうその分ね、楽しめないんじゃないかと不安ばかりでした。ツイッターもジョーカーのワードをミュートにしてましたが、映画館で見た際、その不安が一気に吹き飛ばされました。今回は丸の内ピカデリーの新しい映画館で見ました。色い々ろいろ話したいこともありますし、見た日のことも含めて、後でね、雑談スタイルのもう一本撮ろうと思います。 話したいことが多く、まとまりがないかもしれませんが、今回は見た時の感想をお話ししていきたいと思います。まず僕はギョッとしてしまったのは、ホアキンフェニックスの、まさに肉体でも表した異質さ。急に笑わってしまう障害もあり、笑い方も人と違い一工夫凝らしてありますが、それ以上に肉体的なあの肩甲骨の盛り上がりだったり、痩せていながらも、こう少しダラッとした脂肪がついてたり、それに加えて、日常でも垣間見えるピエロのような動き方、走り方だったり、怒ってゴミ袋を何回も蹴るシーン、 序盤は人間味も描かれていますが、障害があり精神疾患を患っている人物として、画面から訴えかけるリアリティがあり引き付けられます。彼を様々な思いやりの欠如が襲います。しかし、登場人物の目線や行動は、見ている観客、我々は強く否定できるでしょうか障害のある、普通とはちょっと違った異質な人を疎ましく思わない人はいるでしょうか貧しい人物をそんな人間だからと偏見で見たりはしないでしょうか良くないとは思いつ,つも、やはり自分の目線に本音で訴えかけさせられます。 我々の主観で決められた普通と異質のボーダーをまじまじと見せつけられてしまいました。彼の人生に訪れる出来事にも様々なオチが必ずついてしまいます。ストリートの子供たちに看板を奪われてしまったのに自分がその責任を取らされる。銃を送られたのにそれを落として見つかりクビになってしまう。しかもその銃は同僚が嘘をついてアーサーが自分で買ったものだと言われてしまう。電車で女性をかばったにもかかわらず暴行を受けてしまう。 社会福祉だった薬とソーシャルワーカーの支援も打ち切られてしまう。恋人だと思っていた女性も薬の打ち切りにより自分が見ていた幻想だった。父親だと思っていた大風王も実は母の妄想の病気によるものだった。看病した母親も実は血が繋がっておらず、なんならネグレクトと虐待の過去があった。変人と思われる原因の笑ってしまう障害も虐待の影響によるものだった。憧れのコメディスターには笑い者として紹介されてしまう。孤独と絶望感が訪れ、 自分の両親のもとであった母とのつながりも妄想のた物ものだったとし、自己肯定、アイデンティティも失われ、もう自分の人生を笑うしかない絶望の破壊衝動に彼は苛まれます。しかも、そんな阻害されてきた自分が社会に影響を与えて認知されたのが、最初は犯したくなかった犯罪によって蔓延した不満を抱えた人々を歓喜させてしまう。もはや、自己を確立するにはジョーカーしかない。 犯罪が起こる背景には様々な理論があります。文化伝搬理論。犯罪の多い地域で暮らすと犯罪が模倣され犯罪者になるという理論。社会的阻害理論。ある社会の中である特徴を持つ人たちの犯罪が多いことがあります。それはその人たちが本来的に悪人ではなく、その少数の人物への偏見や差別が原因であるという理論。そしてラベリング理論。 ある状況でみんなから疎ましい人物だと思われ、自分自身も自分を社会からのはぐれ者、犯罪者だと思ってしまうことにより、実際に犯罪に走ってしまう理論。このどれもがアーサーに当てはまり、実にスムーズに物語の中で重なり合い、ご都合主義の創作物としての映画には終わらない、リアリティのあるヴィランの誕生にすがすがしたすら感じます。実際の大量殺人犯の心理を描いた記事を読んだのですが、犯罪者は、 孤独と絶望感に押しつぶされ、強い不公平感と被害者意識を持ち、社会への敵対心を高めます。自分の人生に絶望し、同時に社会全体に絶望していきます。大切に思う友人や家族や学校や職場があれば、犯罪のブレーキになるのですが、アーサーはそのどれもが欠けてしまいます。その絶望に駆られた人物は、今まで自分を認めなかった、馬鹿にしてきた社会に対して一発大逆転を狙います。最後に見返してやろうと思うわけです。 人生は生きる価値がないと考え、自殺の代わりに他人を殺す。特に、アーサーの場合は、誰かを殺して終わり、だけではなく、その自分の行動が周囲に影響を与えてしまう。この時代の疲弊し、蔓延した不満が彼に襲いかかり、その悪意のメイクを今度は自分に施し、時代に引き金を引き、一般人ができなかったことをやり遂げてしまう。その一歩を踏み出した彼は、人々から祭り上げられる存在となってしまう。もう我慢する必要も、自分を偽る必要もない。 完璧なまでのヴィランが誕生した瞬間でした。彼一人の単純な問題が原因でなく、時代が求め、人々の心が生み出してしまった狂気の集合体として、自分のアイデンティティを確立していく様が苦しくもあり、人や時代の変えられない問題をまじまじと描かれているように感じました。映像的表現も魅力的でした。序盤の暗く、重く、長く、それでもアーサーとして上に登ろうとする階段を覚醒した後は、まばゆい光を背に浴びながら、 ジョーカーのメイクをしてダンスをしながら落ちていく。あの人生や心情を模した階段のシーンが序盤との対比になっていて虜になりました。言葉は正しくないかもしれませんが、あの階段は映画史に残る聖地になったと思います。アーサーが恋焦がれた彼女はどうなったのでしょうか描かれていませんでしたが、自分の妄想だと気づいた次のシーンに切り替わった時、パトーカーのサイレンが彼が住む集合住宅に近づいているように聞こえたので、不安が脳内をよぎります。 ところどころにウェイン家も出てきて、バットマンとのつながりもほのめかしているところもあり、そこがまた作品のアクセントになっていました。画体が良すぎて僕はあれがアルフレッドだと最初気づきませんでした。映画の最後にいいジョークを思いついたと言っていましたが、あれは何かしらで自分が煽った暴動の最中トーマス・ウェインとマーサが殺害され、 ブルースが孤児になってしまった情報を耳にしており、何かを思いついたのでしょうか。まばゆい外の光に照らされ、病院の廊下を血のついた足跡を一歩一歩残していく彼の姿に、ここからさらに始まる物語を予感させられます。 80年代初頭の時代背景ですが、今の時代にも通ずると思います。むしろ昔の時代を舞台にした映画ですが、格差社会や貧困、差別は良くないという声が増えた現代ですが、そう言いながらも変わらず現代も問題は残っているから、より綺麗事で語れない、簡単でない、解決されていない社会の問題が色濃く映し出されています。特に SNS やインターネットで誰もが繋がるようになったがゆえに、孤独感や疎外感、そして、 自分は幸せはないという認識をしてしまうこともあると思います。ジョーカーの周りの出来事や人物のどこかに観客のそれぞれに刺さる目線は存在していると思います。一致団結してヒーローが戦ったアベンジャーズエンドゲームが公開された同じ年に一人の男が孤独と疎外感によって強烈なィランの誕生を描いた今作が生まれてしまう。この時代の側面が伺えてしまうようでした。監督はこの作品を通してこういった革命が起きてしまう単純じゃない理由や 思いやりの欠如が実は世界にまだまだ残っていることを考えてほしいと述べていました。今の世の中をもう一度見つめ直す映画だと思います。この時代にとてつもない引き金を引いた映画です。今後どういった影響を与えるのか気になりますし、今後もたくさんの人に語られていく映画だと思います。どうもご視聴ありがとうございました。皆さんの自由なコメントお待ちしております。そしてもしよろしければ、チャンネル登録、高評価もお待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。バイ。